バドミントン部で部長を務めているんですけど、はい、そのみんながきつい練習をやるときに、その部長なのでそのちゃんと練習やろうよとかファイトとか声かけをしなきゃいけないんですけど膝の靭帯っていうのを切ってしまってその練習に参加できないので、部長として部員を引っ張っていきたいが、関口さんは怪我で練習に参加できない状況。今の自分には説得力がないのかも。そう思うと何も言えなくなってしまうという悩み。最強のマーケターが導き出した会社でも家庭でも使える人に動いてもらう方法とは。2つ選択肢がやっぱりあって、まあ、どっちか選ぶことですよね。それは関口さんにとってこの部活をやる目的が何なのかによって決まると思うんですけど、みんなともっと上手くなってもっと勝ちたいっていう、そのかなり努力が伴う道で進みたいって思ってるのか、それともみんなと仲良く和やかに過ごして仲良くなれればいいっていう目的なのか、これどっちを選びます？私は大会で結果出したり、みんなで努力して上手くなっていきたいなと思ってます。なるほど、ね、それだったら結構答えはクリアですがね。私もね、その例えば刀という会社の、今代表をさせていただいていて、その会社のまあトップポジションなので、そういう意味では結構似た関係にあって、僕まあもちろん怪我はしてないんだけど、その現場の苦労を知らない、実際やってないからそんなこと言えるんでしょう的な視線がやっぱり来る構造にあるわけですよ。で、そういうことを言ってなんか腐ったりするそういう仲間は僕の周りにはおかげさまでいないんだけど、それでもやっぱり強く言わなくちゃいけないことはあって、この言葉を僕はちょっと今日お伝えしたいんですけど、本当に優しくあるためには冷たくならなくちゃいけない時があるんです。 To be nice, to be cool っていう言葉なんですけど、そのナイスであるためにはクールになれって、これがね、リーダー全員が持ってなくちゃいけない。だからリーダー辛いんですけどね。たとえ嫌われてもいい、むしろ嫌われている方が正しいんですよね。本当に正しいことをやり続けたら嫌われるものなんですよ。で、だから本当に言わなくちゃいけないことを言わない人は、あるいはその場を和やかになんとなく問題なくまあまあまあで過ごさせるために優しいことしか言わない人は、本当は優しいんじゃなくて、人に優しいんじゃなくて自分に優しい人ですね。自分が辛いのが嫌だから。自分が辛くない道を選びますか、それともみんなのために自分が辛くなる道を選べますか。この後者を選べる人を僕はリーダーだと思うんです。